はい、ガボス TV ゆうじです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日も耕作放棄地へやってまいりました。はい、先日の続きです。先日道路をですね、きれいにして、下から2枚目の畑のこののり面がまだ残ってますので、今日はここをやっていこうと思います。のり面の向こう側のところも残ってるので、そこを仕上げて次の段ののり面まで行けたらいいなというふうに思ってます。今日は非常に寒いです。風も強くて、元気よく今日もやっていきましょう。最後までご視聴よろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録や高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。はい、先日はここの道路結構上まで刈り上げて終わってます。で、あそこののり面とか一番下ののり面も綺麗にしたので、向こう側のところと、今日はここですね、結構これ立ってるんですよね。で、これと向こうまで行けたらいいなとは思うんですけど、ここもすごいね。はい、はい、やっていきましょう。もうね、今日は風が冷たくて寒いです。はい、じゃあ元気よくやっていきましょう。
暑くなってきた。ちょっとあの中の作業着脱ぎましょう。でちょっと水分補給もしましょう。休憩しました。はい、下あのヒートテックだけです。これぐらいでいいですね。今3分の2ぐらい行ったんで、あと3分の1ですね。でこっち側に行こうと思います。じゃあ行きましょう。下の段の小豆は枯れました。いや結構きつかったな。相変わらずきついな。はい、じゃあ上の小豆を切って糊面行きましょう。
あぜぎは終わりました。カヤが枯れて硬くなると結構刈りにくいね。シャーッと立つしね。じゃあ、のり面行きましょう。のり面終わりました。時間かかりましたね。お昼間近になってしまいましたね。のり面自体は斜面に上がることもなく下から一振りで行けたんで楽だったんですけど、いや、あぜ際が大変でしたね。まあもうちょっと時間あるんで、道路の反対側の水路側ですね、そこをやっていきます。道路の反対側ですね、ここをやっていきます。先ほどここをやりました。ここののり面をずっとやりました。で、こっちが1段目ですね。2段目のところの水路際です。やっていきましょう。あぜぎは終わりました。斜面の方行きましょう。お昼まで頑張っていきましょう。
終わりました。今日はね割と疲れた。これで親戚のところの畑2枚終わりました。道路際も結構綺麗に枯れて完了しました。全体的に行ってみましょう。はい、下から2段目の畑綺麗になりました。ここのね、のり面とあと道路際も結構刈り上げました。結構綺麗ですね。で今日はここののり面を主にやってさっぱりしました、はい、いやーこれが去年まで荒れてたところとは思えんな。綺麗になりました。これで今日の耕作放棄地の作業は終わります。結構朝一から今もう昼過ぎてしまったんですけど結構みっちりかかってしまいました。次からはですね、まあ自分のところの畑やってきますけど、とこの畑の方が結構ジャングルっぽいね。親戚のとこはね割と本当綺麗ですね。今日は最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。